三番材みゆです。ケイジです。福田です。はい、今日の企画は、はい、遊園地アトラクション10個乗れるまで帰れません。イエーイ、天気悪い。やったー。アトラクションを10個乗りたいということでね、ユミリランドに来たんですよ。おい、初めてや。初めて、初めて来た。マジでルナ1回来たことあるんやけど、うん、その時はあのイルミネーション見てゴーカートみたいなのしただけで、うん、ジェットコースター乗ってないんですよね。あ、そうなんだ。何しに来たんだよ。だから今日はいっぱい乗りたいと思います。はい、はい、じゃあそれでは乗っていきたいんですけど、はい、まずこの GoPro をイス君の腕にね、はい、乗る時につけてほしいんですよね。ダサくないですか、これ。どうやってつけんの、これ。どうやってつけんの。親指右かな。はい、左です。これえ、逆じゃない？俺を映すの？それともジェットコースター？あ、それ自分だ。だよな。こうだ。うわ、めっちゃ怖えやん。てかさ、こっちも怖くない？もう気使わなきゃいけないじゃん、どっちも。そう、めちゃくちゃ怖いの。お、いい。あ、いい。痛くないの？痛くない。多分これさ、二重構造じゃない？そうだよね。まあ、後でやろうよ。まあ、後でやろうよ。はい、まあこれでね、用意したんで、はい、後でみゆちゃんもつけたいと思います。はい、はいはい、ということで、早速乗っていきます。ショー、バンバンザイ。安売り、安売り、読み売り。どうも、山岸です。どうも、ルナです。ごめんなさい、今日は思いつかない。はい、はい、ということで、はい、今回の企画は、はい、絶叫マシン乗ってる最中なら告白絶対に成功する説。はい、ということでね、はい、今、読売ランドに来てるんですよ。はい、で、みえちゃんが今、たまたま本当にトイレに行ってて、はい、ちょっと私は思いついたんですけど、はい、吊り橋効果というものをやるんですけど、うん、説明します、はい、吊り橋効果とは、はい、例えばお化け屋敷に来ます、うん、怖いですよね、はい、その時に異性の人に怖いってやられたらキュンってなって両方恋に落ちるっていうね。なるほど。まあそういうあれがあるんですよ。なるほどね、あれがあるんですね。あれがあれが、まあ、ジェットコースター乗ってる最中怖いですよね。怖いですね。その時にもう大声でみゆちゃんに愛を叫んでください。分かったんですけども、うん、いいんですけども、僕本当に絶叫乗れないんですよ。いやー、そんな乗れない乗れないって言ったら男じゃないしね。みゆちゃんだったら怖いよ、ジェットコースター。いや、あいつはもう楽しんでるんですよ。もう楽しんでるけど、まあ今回はね、怖いのを抑えて愛を伝えるのに集中してください。いやー、マジで乗れない。分かりました。はい、ということで今回は2種企画を用意してるんですけど、その2種企画とは、遊園地のアトラクション10個乗るまで帰れませんっていう2種企画をするんですけど、その2種企画はもうポイって無視しておいてください。はい、皆さん、儀式のことを応援してください。はい、ということでやっていきましょう。それでは行ってきまーす。じゃあこれから乗りましょうか。はい、1個目何がいい。結構肝心だね。あの漕ぐやつがさ、あ、なんかまだ赤ちゃんって感じしない？あ、いいね、いいね。まあそっからなんかレベルアップしていこう。はい、ということで、はい、今これプテラサイクル、うん、ってのやつを乗りたくて、うん、何なのか分かんない。何これ。これ漕ぐやつ。いやいや、ルナ俺ら今筋肉痛だからね。それなんか筋肉痛同士よくね。なるほど、かる。楽しそう。ということで今 GoPro もつけたことで、はい、早速乗っていきたいと思います。イエーイ。これ2人乗りなので、うん、ちょっと今回ルナとみーちゃん乗りたい。オッケー。ギチ君は1人で後ろで寂しく漕いでください。え、分かりました。行きましょう。はい、レッツゴー。はい、行きます。ありがとうございます。お待たせいたしました。それではプテラサイクルスタートします。バイバーイ。2名目のお客様、一度止まります。安全場で止まります。安全場で間隔を空けてのスタートです。そのままお待ちください。出るよ。早い早いねえ、やばいってこれ。ありがとうございます。足元に気をつけておりください。お待たせしました。2台目のお客様、行ってきます。いってらっしゃい。はい、ということでね、僕一人でやってまいりました。ね、あの子たちはね、もうあそこら辺にいるんですよ。なんなら俺ね、今日ね、あの告白するっていうね、あのドッキリなんですけど、なんでかね、告白できない状況にされましたね。うわぁ、びっくりした。うわぁ、怖いよ。鉄橋乗れるか不安になってきたわ。うわーい、わーい。あ、こんにちは。あ、どうもーどうもー。めっちゃ怖いっす。本当に怖い。やばいやばいやばい。おーい、おーい、やばい、すごい。
長くないこれ。飛ばすか。飛ばします。やばい。いやね、絶叫ね、俺が嫌いな理由1つ目、まあ、シンプルに怖い、怖いから乗れないんですよ。で、絶叫乗れない理由2つ目、あのデコが見えちゃう。今日皆様にデコは解禁しちゃうかもしれないですね。はい。うわぁ、お帰りなさい。お乗りのお客様、お帰りの場合、お帰りなさい。ゆっくり進んでください。皆さんありがとうございます。気をつけており、ください。忘れ物お願いします。今まずこれ1個目乗ったんですけど、うん、まだ刺激が全く足りないですね。いやまあ確かに、うん、絶叫嫌いな俺でもあれはあの違う。もう1個行きましょうか。はい、レッツゴー。いや、はい、はい、ということで、はい、ワンデッドっていうね、あの、うん、ちょっとあまり怖くないジェットコースターに来たんですけど、これならギス君ね、まだ乗れるかなと思って、まずこれから乗っていきたいと思います。はい、まあ、ギス君、はい、ここだよ、頑張るところだよ。せい、今回2人乗りやけど、どうしますか。ルナと乗りたいです。いやでも、ルナ2人で乗ってたから、ちょっと次はルナ1人で乗って、オッケー。で、俺乗るわ。じゃあ1人でちょっと楽しみたいと思います。イエーイ。あれ、どこだ。はい、行ってきます。バイバイ。行ってきます。やばい、もう余裕。どうしよう。え、シャボン玉めっちゃ出てちょっとしか出てないじゃん。2個ぐらい。ルナ、怖い？怖くないよ。怖くない。クリア、クリア、ギシ。ギシを見えてる、ギシを見えてる。手上げたらゴーグル取れません。騎士ね、曲がる角度によってね、頭の角度変えるのさ。あ、もう慣れてるんだ。おー、シャボン玉だ。おお、あ、もうこっち行った。ルナ怖い？怖くない。怖くないの？ルナちゃん、もしかして騎士よりは耐性あるんじゃないですか？こんな感じ。俺でも結構気使ったんですけどね。バーから手を離してお待ちください。余裕さ。はい。ということで今乗ったんですけど、一、うん、ついいですか？はい。ギシ君がね、もう前に乗ってて、もうビビってるとともに、なんかね、角度によってまず髪の毛こうやってなんかもう首ちょっと振ってるんですよ。やっぱりおでこを出したらダメってブランディングなんで、風に合わせてね、曲がりの角度。もうマジ前見てて笑ったもん、ルナ。嘘すぎて。しかも拾えてるか分かんないけど、小声でさ、腰やった、腰やったとか言ってんの。いや、ガゴーンって。おじいちゃんすぎ、本当に。やばいね。もっと違うの行きましょう。はい。レッツゴー。普通に怖くない？怖くないよ。すみません、お手洗い行きたい。ということでね、はい、まあ俺本当にね、絶叫乗れないし、うん、なんかどんどん上にレベルが上がってってるわけよ。マジでここで告白しようと思ったんだけど、うん、あ、しようと思ったの？思った。でもビビってんの俺だけで、ミユ全然ビビってないのよ。ビビらんよ、あれ。楽しんでるから、うん、もう釣り橋もクソもないと思って、うん、ちょっとね、告白しなかったです。おう、じゃあ体まだ張ってくれるの？まだ、頑張ろう。ということで、ちょっとギシ君、今すぐでもルナ行きたいから、バンデットっていう、これのバイバイ怖い、いや無理、ジェットコースターに行きたいんですよ。マジで無理。いや、今ギシ君が体張れるって言った瞬間、もう今しかないなって思ったから、もう今すぐ行こう。いや、お姉ちゃん帰ってきたら行こう。はい、ということで行ってきます。はい、どうも。マジで無理、本当に。あー、なんか本当に刺激足りなさすぎてやばい。もうルナも足りない。頭は、あ、じゃあさ、もう足りひんかったらバンデットっていう、あの怖いやつ行く、あの画面。マジで、うん、めっちゃ嬉しい。やばい。じゃあ、あれ行こう。
やばいやばい、よしよ、岸くん、いきなり超楽しみになって、マジで俺心の準備いるんだけど、マジでバンデット。え、待って、俺本当に無理だ、マジで無理だ、やばい、超楽しい、やばいよ、本当に無理かもしれん。岸くんが今、死亡中です。もうさっき写真撮ったけど、撮ってんけどな、もう顔がもう死んでる、やば、吐いちゃうかも、やばいな、弱くないな、あそこの上行ってる途中、マジ無理かも、いや、そう、あー、おやばい、なんか今本当に、なんか死ぬって宣告された前日みたいな、マジで今男の人で多分絶叫乗れない人を初めて見た気がする。なんかさ、これを乗り切ったらすごいもう楽なんやろうけど、どう、二人は、いや、めっちゃ怯えてんだけど、全然怖くない、あそういう怯えじゃない頑張って、頑張って、あれ乗ってんだよ、メガネ持ってポケット内のコンバネーション、ありがとうございます、川中道光川島行きます、間違ったな、ギス君の音、ギス君のこうやって引っ張ろうとしてた、スタートする際、ゴーゴーマンデットの掛け声がございます。両手に握り拳を握って右手、左手、一度握ってから両手の順番とゴーゴーマンデットです。皆様ご一緒にご参加お願いいたします。ホールイール、お姉さんとご一緒に、せーの、ゴーゴーマンデット、スタート、一番の A 取れたと思う。した？したよ。何よ？付き合った。マジ？どういうこと、どういうこと、どういうこと？付き合った？うん。誰と？誰と？ミューと。付き合ってないよ。付き合ったよ。何言ってんの？付き合った。どっちどっち？本当に。え、多分取ってたのかわかるけど、俺がその絶叫のところにヤバい時に、いや付き合って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 です。いいよー。絶対言ってない、みゆね、ずっといやーか楽しいしか言ってないから、いいよ、いいよって言ってだとしたら、そう
やのとこだよ絶対。はい、トットガン。なんかひらめいた、なんかひらめいた。はい、実はみゆちゃんにドッキリを仕掛けたんですよね。ドッキリというドッキリというか、まあ検証、絶叫マシンの時に告白すれば、絶対 OK もらえるんじゃないかなと思って、ならギス君に提案したの。ならギス君実行したらしい。それを絶対言ってない。いや、マジ言った。独り言全部あれ告白なの。告白、みゆ、みゆ、付き合ってって言ったよ。あのね、みゆは聞こえるの。でみゆもずっと、いやーしか言わないから。ルナもみゆちゃんのこと見てたから、いやーしか言ってなかった。そう、多分そしたら多分ちゃんと自然に嫌って言ってると思う、みゆ。あ、そうなの。うん、もうなんか自分に精一杯すぎてドッキリどころじゃなかった、マジで。よかった、でも聞こえませんでした。はい、ということで今回も失敗ということで、まあね、またリベンジしたいと思います。はい、ということで、あ、そうなんだ、これ遊園地でアトラクション10個乗れるまで帰れませんの企画は、あれ偽企画、偽企画です。え、もう帰るの。もう帰る、うん、帰ります。え、本当に最悪見えました。そうプライベートで一人で乗ってきていい、本当に。あとでじゃあみんなで船の乗ろう。あ、乗る。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。いくら乗りに行くよ。マジでバイキング、ゴー。